今回は藤沢周平の短編集、橋物語から赤い夕日を朗読します。赤い夕日 豆腐は3つにしてちょうだいそれから大根2本ねおもんはテキパキと言いつけたあそれからね豆腐は三河屋から買ってね少し遠くて悪いけど田舎屋はこのごろ少し品物がよくないのよ女中のおしげが出てゆくとおもんは さっきもう一人の女中のおつねが取り込んできた洗い物を畳み始めた夫の慎太郎の肌着を手に取ったおんの手がふと止まった襟のところに桃色のシミのようなものがついていると一瞬ドキリとしたのだったが指先ではじくと色は消えた裏庭の物干し場には色とりどりに 夏の花が咲いていてるその花粉か何かが干物にくっついていたらしかっただがおもんは白いさらしのじゅばんを膝の上に置いたまま障子のひとところに顔を向けてものを考える表情になった中庭に小さな池があってその照り返しが障子に映っている 時々風が吹くらしく障子に映った照り返しの火の色が頼りない風に揺れた店の方から夫の声が聞こえる低いが響きのいい声で女客に反物を勧めている様子だったそれに答える女客の細い声も聞こえるその間に番頭の中兵衛のかんだかい早口の声が混じるのは 他にも客が来ているようだった。おもんはその声に耳を傾け、また膝の上の襦袢に目を落とした。<noise> あの噂は本当だろうかとおもんは考えていたのである。それは口紅の跡に紛らわしい色を見て自然に浮かび上がってきた考えだった。 夫に女がいるらしいと聞いたのは春先のことである。店から金を両替に来た手代の七蔵がそうささやいたのである。だがその時お紋は七蔵の言葉に自分でも思いがけないほど勘を立てて夫婦の間のことに奉公人が口を出したりするものじゃありませんよと叱りつけたのだった。 し,しゃりとした言い方だったがおもんがそう言ったのは七蔵が日頃どことなく粘っこい目で自分を眺めたりすることに気づいているためだった七蔵は子飼いの奉公人でなくおもんが若さ屋に嫁行ってきてから夫の慎太郎が他から引き抜いてきた男である目をつけて引き抜いただけあって仕事はよくできたが 人柄がはっきりしないところがあった客を迎える顔と同僚に向ける顔に差がありすぎたお門を見る目にも時々奉公人らしくない不損な色があるとおもは思っていたそれでぴしゃりとした言い方になった他の奉公人にそう言われたのであればお門の受け取り方はもっと違ったものになったかもしれない おもんの言い方が激しいので七蔵はさすがに鼻じろんだ顔になった失礼しましたただ何も知らないんじゃおかみさんが気の毒だと思いましただけで七蔵はそこで薄笑いしたでも私はでたらめを言ったわけじゃありません女はここからそう遠くもない松屋町にいますよおしずと言ってと。 「お確かめになればわかることです」「結構よお前の指図は受けません」「おもんは七蔵の口を封じるように強く言ったが立ってゆく七蔵の薄笑いが夫婦の中を裂く邪悪な喜びを含んでいるようで腹立ちは薄気味悪い気持ちに変わるようだった」 一方でわずかな毒が全身に回るように七蔵の言った言葉が次第に心を染めるのも感じたのであったおもんの剣幕に驚いたのか七蔵はその後何も言わずおもんはだんだんにそのことを忘れた夫の慎太郎は相変わらず仲間の寄り合いだ友達との付き合いだと 夜のみに出ることは多かったが家を空けるようなこともなくこれといって不審なところも見えなかったからであるおもんは松屋町の女などということを夫に確かめたりしないでよかったと思うようになったところがついひとほど前七蔵が店を辞めさせられそのことでおもんはまた 七蔵が言ったことを思い出すことになったのだった七蔵が辞めさせられたのは得意先からのかけ取りの金をごまかしていたことが分かったからだと夫は言ったが思うはそうでなくて七蔵が夫の女をかぎ回っていて首にされたような気がしたのである松屋町とか きわずの師匠とかいう言葉がまたおもんを悩ませるようになった。よほどの確信がなくてはそんなはっきりしたことは言えないはずだ。どういう意図があったのかは知らないが、七蔵はやはり本当のことを言ったのだとおもんは考えたりした。あたしに飽きたのかしらねえとおもんは今も。 ぼんやりとそう思った松屋町にいるかもしれないその女は多分若くてきれいな女なのだろうと思ったそれとも子供が欲しいのかしらと思っておもんはピクリと伏せていた顔を上げた18の時若さ屋の嫁になって5年たったが子供ができなかった 慎太郎がよそに女を囲ったりしているとすればそれは子供が欲しいからかもしれなかったおもんは今まで味わったことがない惨めな気分に襲われるのを感じた一度それとなく松屋町の辺りを探してみようかと初めて思った夫に確かめる気はなかった 慎太郎は優しい人間だから聞いても怒りはしないだろうだがそれでも確かめることは怖かった十八の時おもんは夫に言えない秘密を抱いたまま若さやの嫁になったその時この幸せを話すまいと心に誓ったのであるもし 夫に女のことを確かめ夫の口からそれが事実だと聞かされたりしたらと思うとおもんは胸が震えるほど怖いのだおかみさんおしげの声がしておもんは我に帰った見るとおしげは手ぶらだったおやどうしたの買い物はお 若狭屋の女将の顔に戻っていった途中で人に会って「女将さんを呼んでくれ」って言うんですその人誰知らない男の人ですけどおもんは首をかしげた変ねえ誰だろう。それで裏口で待ってるんですけど そう。おもんは少し鈍重そうに見えるおしげの顔をじっと見た。だが、おしげは言われるままに戻ってきたらしく、その顔からは何も読み取れなかった。いいわ。それじゃあ出てみるから、あんたは買い物に行ってちょうだい。お金を落とさないようにね。おしげは、はいと言った。まだ十五である。 しげが出てゆくとおもんはちょっと鏡をのぞいて髪を手でなでつけてから茶の間を出た裏口を出ると細長い庭がある裏庭は草木が生い茂ってその上に午後の暑い日が照りつけていた外色のそばに手ぬぐいで姉さんかぶりにしたおつねがしゃがみ込んで草むしりをしていた おつねは出戻りの三十女で、無口な働き者である。ごくらはね、おもんはおつねに声をかけ、塀のくぐり戸を押した。すると、人通りのない工事に男が立っていて、おもんを見るとすぐに近寄ってきた。おもんさんですか、と男は言った。 店を辞めさせられた七蔵は二十七だったが男もそのぐらいの年頃に見えただが男の顔にも身のこなしにもどこか険しいものがつきまとっているおんに見覚えのある空気を男は身にまとっていたどなた小野次郎の使いできた金吉というものです 小野次郎は病気で一目おもんさんに会いたいと言っております。重々しい衝撃がおもんの胸を叩いた「いかがですかいらしていただけますか?」。男はヤクザ者のはずだが丁寧な口を聞いた「病気は重いの?」。はい。もっと 二三日だろうと再びおもんの胸を重苦しい痛みが襲ったおもんは空を見上げた雲一つない青空が広がっていたがおもんは不意にその空に夕焼けを見たようだった一面に夕焼け空の下を人が2人歩いている 一人は長身の男で一人は子供だった赤い漂うように穏やかな光が二人を染めていた夕日に染まっているのは二人の人間だけではなかった二人が歩いている長い土手も土手の影が落ちかかる田んぼもその影が切れる先から赤く日を浴び遠くの村も夕焼けていた 他に人影はなく歩いているのは二人だけだった不意に長身の男がしゃがんで小さな女の子を抱き上げまた歩き出した男の手の温かさが二十三のおもんの中にまだ残っている考えさせてとおもんは言った 承知しましまた。でもお分かりのように長くは待てませんよ」と金吉という男は言ったおんはうなずいたが金吉の目に走った険しい光を見落としたようだった寝返りを打った時軽いいびきがやんで 闇の中で慎太郎の声がした「眠れないのか?」「すみません起こしたかしら」なに「なあにこっちも眠ったわけじゃないうとうとしていただけだ」「あんなことを言っている」と思うは思った慎太郎は寝つきがよくて暑かろうが寒かろうが 目をつむると間もなくいびきをかく人間である体が丈夫で気性もおおらかだったこう暑くちゃ眠れないなええあの人が父親でないとわかったのは八つの時だったと思うは思ったそれまでは 小野次郎を父親だとばかり思ってそう呼んでいただがある日おの次郎が自分の口からそう言ったのだだからちゃんと呼ぶのはそろそろやめなおもんはあっけにとられそれから悲しくなって泣いたするとおの次郎は優しい口調で言ったなあに分かったらそれでいい 呼びたかったら今まで通りちゃんと呼んでもいいだが一度は本当のことを言っておかないとなそう言ったが小野次郎はなぜ赤の他人の自分がお門を養うようになったのかは話さなかったそしてお門にもそれを聞き正そうとする気持ちはなかったこの世の中での おもんの最初の記憶は小野次郎と二人赤い夕日を浴びてどことも知れない土手の上を歩いていたところから始まっていたそれで十分でその前のことには興味がなかった小野次郎がおもんにそう言った頃二人は江戸深川の長堀町に住んでいた がらんとした大きな一軒家で時々若い男や中年の女が来て家の中を掃除したり汚れ物を洗ったりして行くほかはいつも二人きりだった小野次郎は自分で飯の支度をしておもんに食わせた小野次郎が博打を売って暮らしている男だと分かったのはさらに一二年した頃である。 その頃になると二人だけの住まいに目つきが鋭く人相の険しい男たちがしきりに出入りするようになり男たちは小野次郎を兄貴とか親分とか呼んだりしたある夜途中で目覚めたおもんは人気のない家の寂しさに耐えかねて起き上がって小野次郎を迎えに行った。 小野次郎がいる場所は前に何度か連れて行かれたことがあって分かっていたおもんが入って行くとおの次郎は盆の向こうから疲労にちばした目をあげたがそのまま立ってきておもんの手を引くと賭場を出た「眠れないのか」とおの次郎は聞いた頭の上に月が出ていて 大小二つの影が足元に踊るように動いた「お金儲かった?」と思うは聞いた「いや儲からねえ」小野次郎はむっつりした口調で答えたが機嫌が悪いわけではなかった無口な男だった。時には、 出入りしている男に合い口を突きつけて怒るようなこともあったがおもんにはいつも優しかった小野次郎の温かい手に手を包まれて歩いているうちにおもんは眠くなって道の小石につまずいたすると小野次郎は無言でおもんの前にしゃがんで背を向けた背負われるとすぐに実際のおもんは ここんんと眠った。「あれは16の時だった」また心太郎の健康そうないびきが響くのを聞きながらおもんは闇の中に目を見開いて思った「どうしておかみさんをもらわなかったの?」「あるよ食事が終わった時おもんは小野次郎にそう言った」 小野次郎は驚いたた。ようにお門を見返したその瓶に白髪が混じっているのをおもんは痛ましい思いで眺めた小野次郎は四十八だった小野次郎は時々鳥羽に出かけたがそれだけで身の回りに女がいるような気配はなかったそういうことは女であるおもんによくわかる 私を育てて年取っちゃったのねお前のためにかかをもらわなかったわけじゃねえじゃあどうして女は怖いからよ私も女よおめえがおの次郎は珍しく笑顔になっておもんを見たおの次郎は朝黒く引き締まった顔に 鋭い目を持ちめったに笑顔を見せない男だった「おめえはまだ女なんかじゃねえ」「もう一人前の女よ」「おもんはゆっくり言って小野次郎を見返した」「こみ上げるような愛情に突き動かされていた」 私がおかみさんになってあげてもいいのよ。ばか言えお野次郎は老媒したように顔を背けた大きくなるとろくなことを考えねえかわいそうにと思うんは言ったひどく大人びた気持ちになっていた女の人によっぽどひどい目にあったのね その夜おもんはおの次郎が寝ている部屋に忍んでいったやめろおの次郎は険しい声で言ったつまらない真似をしやがると後で後悔するぞまだ女じゃないって言ったでしょだったら昔のように抱いて寝てよおの次郎は沈黙したが やがて黙ったままヤグの端を上げた1年ほど2人は夫婦のようにして暮らしたもっともそれは夜だけのことで朝になると親子に戻った小野次郎がどう思っているかはわからなかったがおもんはそうすることに違和感は持たず満足していた女房も持たず 子供もない小野次郎のために女房になったり子供になったりしてやっているという気がした実際おんは小野次郎の体の中で女の喜びを告げたあと子供の時そうしたように小野次郎の股の間に足を入れ幅はあるが痩せている胸に頬を埋めて眠ったそうすると一人で眠る時よりも よく眠れた。だがそうして一年ほど経った時小野次郎はお紋に家を出て中町の料理屋に奉公に行けと言った俺は先が短い体だこんな暮らしをしてたらいずれお前が泣きを見ることになる私は今のままでいいのよそいつは お前が世間を見てねえからそう思うだけだ世間に出てみろお前を嫁に欲しいなどという男がきっといるはずだ俺みてえな年寄りなんぞじゃなくて若くて生きのいい男がな若い男なんて機味が悪いよバカ抜かすなってんだ女はちゃんとしたところに嫁に行くのが一番だそして 俺のことなぞ忘れろ。今ならまだ間に合う私が邪魔になったのおもんが言うと小野次郎は首を振ってじっとおもんを見つめた俺はヤクザ者だいつまでも一緒にいちゃお前のためにならねえそろそろこの家を出る時が来たということさ 小野次郎が言った通りでお門は女中勤めをして三月も経った頃に太物商若狭屋の主人慎太郎に見初められて嫁になったヤクザ者の娘だということになれば縁談にも差し障りがあったかもしれないがお門は小野次郎に言いつけられた通り孤児で通した小野次郎はお門を預けた料理屋にも 金を使ってそう言い含めてあったので新太郎がそのことを疑った気配もなかった別れを言いに行った時小野次郎は「これでいいきっぱりと縁を切るから俺のことは忘れろ」と言った永代橋のこっちに俺がいることはもう忘れるんだぜどんなことがあろうと 橋を渡ってきちゃならねえ小野次郎はその時の自分の言葉を守って病気になっても知らせなかったのだ。だが死に際になってやはり一目あたしに会いたいと思ったのだろうか。おもんは闇の中で目をぬらした。涙が次々とあふれて仰向いているおもんの目尻を伝い。 枕を濡らした。「明日すぐに行ってみよう」とおもんは思ったそばで高いびきの音を立てているどこかに目かけを囲っているかもしれない夫をひどく遠くにいる人間のように感じていた五年ぶりに おは永体橋を東に渡った暑い日差しが橋にも欄干の外に広がる大川の水の上にも白く光る照り返しを振りまいていた渡るのを禁じられた橋だったそして実際おんは若狭屋の嫁になってから一度もこの橋を渡っていないと気づいていた 過去のことは橋のこちら側に置いていけといった小野次郎の言葉のせいでもあったがそれだけおもんが若さ屋の人間になりきろうと賢明だったのだとも言えたはじめはそうすることが小野次郎を喜ばせることだと思っただが夫婦の仲が濃くなると橋の向こうに行くのは 夫を裏切ることになるという気持ちに変わっていた事実橋を渡りながらおもんは夫を裏切っているという気持ちになった新太郎にはただ買い物に行くとだけ告げて出てきているだが夫だってどこかに妾を囲っているかもしれないではないか育ての親の死に目に会いに行くのが何が悪い おもんは少したけだ々しい気持ちになっていた流れる汗をふきながらおもんは橋を渡り佐賀町の下の橋を渡った白い夏の日はおもんがかしを行き堀にかかる橋を渡る間もぴったりつきまとって潮臭い水の上に光をばらまいた 通りから少し引っ込んだ芝垣に囲まれた家が見えるとおもんは思わず駆け出したおとっつぁんおもんが家に駆け込むと茶の間から顔を出した若い男が驚いたように棒立ちになったおもんの知らない男だったおとっつぁんは向こうです男は。 奥座敷の方を指さしたおもんは茶の間を横切って座敷に入るともう一つ奥座敷との間のふすまを開けたするとそこに中年の男が座っていた「やっぱり気なすったね」と男が言った太って肌の白い男だった座敷の障子は開け放してあって 庭の木の葉の照り返しが男の顔を薄青く染めている小野次郎の姿はなかったお父っつぁんはどこおもんはふすま際に立ったまま用心深く言った座敷に座っている男が昔仇の人間を脅し金を強奪して小野次郎に叱責された 仙助という男だと思い出したのであるその時小野次郎は仙助を膝の前に引き据え合い口を抜いて今にも差しかねない凄まじい怒りを示したのだった畳に額をこすりつけ泣き声を上げて詫びを言っていた仙助を実際のおんは見ている仙助はその後遠ざかって おもがこの家にいる間は姿を見せなかったのだ。その男がこの家にどうしてゆったり座ったりしているのだろうとおもんは思った。 まあ、お座りになったらどうですいいえおもんは首を振ったお父っつんはどこって聞いているのよ返事して親分ですか親分なら2年前に死にましたおもんは顔から血が引くのを感じた悪い想像が頭の中を走った あんたが殺したのね人聞きの悪いことをおっしゃっちゃ困ります病気ですよ病気で死んだんですどうしてあたしに知らせなかったの知らせちゃいけないと親分がおっしゃったもんでねまあそれはいいじゃありませんかそれよりちょっと座りませんか 立っていいられちゃ話がしにくいや。私は話などありませんよお父さんが死んだなんて思いもしなかったでもそれならどうして騙すようなことをして私を呼んだんですかさあそこが話ということですよ何か魂胆があるのねおもんはきっとなっていた 昆胆 <music> と言われても困るんですが実は親分は大枚の借金を残して死になさったもんでそれで一度ご相談したいと借金ですっておもんはようやく座った死ぬ半年ほど前小野次郎は柳島に賭場を持つ 記録という親分と差しで壺を争った勝てば女が手に入り負ければ百両払うという勝負だったが小野次郎は負けて用意してきた百両を取られたすると小野次郎はその場ですぐさま記録に百両を借りてもう一度勝負を挑んだその勝負にも負けて返せない借金を抱えたまま 小野次郎は間もなく病気になり半年後に死んだ女って誰なんです記録親分の妾でねお玉という十八になる女ですよ痛ましい話を聞いたと思った女など好きでなかったはずの小野次郎がなぜそんな大金をかけてまでその女の子をの お玉という女を欲しがったのだろうか一人では寂しかったのかしらおもんは胸をつかれるような気がしたきっぱり縁を切ると言っておもんを嫁に出した後おの次郎がどんな気持ちで暮らしていたかはわからないその間一度もこの家を訪れなかったことが悔やまれた それで、借金の方に記録親分は、賭場とこの家を、親分が死んだ後取り上げたわけですよ。それでも、親分が亡くなるまで待ったのは、記録親分の情味のあるところですが、これじゃあ、半金にもならないとこぼしておりました。何しろこの家だって、この通り、古いガスからね。 それであとの半金をあたしに返えさせようというんですかそれがね、初めはそんなつもりがなかった。娘と言っても、おもんさんは、小野次郎親分と血がつながっていないことを、柳島の親分は知ってましてね。おもんは、小野次郎親分を捨てて、他の男と駆け落ちした女房の娘だ。小野次郎は若い自分に、 その女房を5年も探し歩いてやっと蹴りをつけたはずだと柳島の親分は言ってましたがねお門はもう一度顔から血が引くのを感じた千助が無造作に言った蹴りをつけたという言葉に衝撃を受けていた千助がしゃべっていることが事実だとすれば小野次郎は おもんの実の両親を殺したのかもしれなかったそうでなければ自分を連れてあんなところを歩いているはずがないおもんの目に赤い夕日に照らされた長い土手を歩いている二人の姿が浮かんだその前のことはわからなかったそれにね 第一おもんさんの嫁に行きなすった先が分からなかった小野次郎親分が一切そのことを話さなかったもんでで柳島の親分も諦めていたんですがひょんなところからおもんさんの行方が分かりましてねおもんさんいいところの嫁になんなすったんですな油町の若さ屋といえば 内緒の裕福なことで知られた店じゃありませんかおい七蔵がいたら呼んでくれと千助が言ったおもんが振り向くと茶の間と座敷の間に二人を監視するように立っていた三人の男の後ろから店を辞めさせられた七蔵が顔を出した七蔵は青い顔をしていた 夜になって若い者が禅を運んできたがおもんは何も喉に通らなかったしばらくしてその若い男は禅を下げに来たがおもんが何も食べていないのを見ても声をかけるでもなく無表情に禅のものを持ち去ったそして今度は布団を持ち込んできてやはり無言のまましくと出ていった 出ときぴしゃりと襖を閉めて去った家の中には仙助を含めて56人の男たちがいる気配だったが千助のほかは知らない顔ばかりだった柳島の記録という親分に使われている男たちのようだった千助も座敷を出て行ったっきり戻らない無論戻ってこない方がいい 元は自分の家だった場所にこうして軟禁されているのは奇妙な感じがした男たちは別に乱暴したりするわけではなかったがお紋が座敷から逃げ出さないように厳しく見張っている廊下の隅の方で時々鼻をすすったり咳払いをしたりする音が聞こえるのは縁側の端に見張りの男がいるのである 男たちはそうして若狭屋から金が届くのを待っているのだった使いはお門が家に入るとすぐに出て行ったらしいお門さんに金を返せと言っても無理な話でそこはこちらが若狭屋に掛け合います柳島の親分のお言いつけですからしばらく辛抱していただきますよと千助は言った 若狭屋に行った使いがどんな工場を持って行ったか千助は言わなかったがおおよその見当はつくおかみさんを預かっていますが返してもらいたかったら百両耳をそろえて出しなといったような使いに違いなかった若狭屋を辞めさせられた七蔵は鳥羽に出入りしていて七蔵の口から 偶然お紋の行方が知れたのだという柳島の記録は小野次郎がお紋を門前仲町の小峰屋という料理屋に奉公に出したところまでは知っていたそして七蔵がその後のことを知っていたのである夫がお金を出すかしら 安頓のまわりを小さな虫が飛び交うのを眺めながら、おもんはそう思った。記録という男が、どれだけの金を出せと言ったのかはわからない。だが、五十両、百両などという大金であれば、夫の慎太郎だって、おいそれと出せるわけはないのだ。まして、夫には妾がいるかもしれないのだ。気に入った妾がいるなら、 子供も産まない女房など捨ててしまいはしないかそこまで考えるとおもんは不安が胸にこみ上げるのを感じた男たちは今のところおとなしくしているおもんに対する扱いも丁寧だっただがそれはおもんが大事な金づるだからにすぎないお野次郎に死なれ 夫に捨てられた女だとなれば男たちはどう変わるか知れたものではないのだ慰んだ上にどこかに売り飛ばすかもしれなかったおもんは立って障子を開けると廊下に出たすると幾分冷えたやきが庭から押し寄せてきておもんはほっと息をついたおもんを見ると 廊下の端に足を投げ出して腰を下ろしていた男が素早く立ち上がった男はおもんが近づいていくと暗がりの中で身構えるようにし「どちらへ?」と言った「はばかりですよ」おもんは言い捨てて男の胸を押しのけるようにして鍵の手になっている廊下を曲がった見ると 後ろから男が「ついてくる。ついてこなくてもいいわ自分のうちだからはばかりがどこにあるかぐらいわかっていますよ」「<noise> おもんはそう言ったが男は黙ってついてくる明るいほかげが廊下にこぼれている茶の間の横まで来ると中の話し声がぴたりとやんで中から声がかかった」「<noise> どうしたい源次」 そう言ったのはすけの声だった「おしっこだとよよししっかり見張れ」おもんが便所のあるたたきに降りると後ろで男たちがどっと笑う声がした誰かが卑猥なことでもしゃべったらしかったおもんは唇を噛んだ部屋に戻ると そこまでおもんにぴったりくっついてきた男が障子を閉めて去ったその足音が遠ざかるのを確かめてからおもんは敷いてある布団の上に体を投げ出したすると布団からかぎ慣れた少し湿った匂いが立ち上っておもんの鼻を刺した小野次郎はひょっとすると 実の父母を殺した男かもしれなかっただがその詮索はおもの手に余ることだったおもの両親は柳島の親分が言う不義者の男女とは違うかもしれなかったしまたそうだとしても小野次郎が尋ねあてた時は二人とも病死していて小野次郎は孤児のおもを引き取っただけかもしれないのだ 主にわかっているのは小野次郎との長い歳月だけだったその歳月の思い出が汚れた布団からにおってくるようだったそこに頬を押し当てていると一りでに涙があふれた男らしくそれでいて優しかった小野次郎が死ぬ前に女のことで争ったりしたことが哀れだった それは自分がいなくなったためで結局自分が小野次郎の死期を早めたのだと思うんは思ったりしたいつの間にかそのまま眠ったらしかった揺り起こされて目を開くと思いがけなく近いところに七蔵の顔があってお思うんは思わず飛び起き を直した「しっと七蔵は唇に指を当てた」「すみませんでしたおかみさん」と七蔵はささやいた私が軽はずみに口を滑らせたばかりにとんだご迷惑をおかけしましたそんなことはいまさらいいわ」と思うは言った。 「あんたどこから来たの?」「庭から回ってきました」と七蔵は言った「見張りは寝込んでいます」「今なら裏口から抜け出せますからご案内します」「本当に眠っているのはいそれなら案内はいらないわこの家のことなら私の方が詳しいんだから」 シッと言って七蔵は不意に安んの火を吹き消した闇の中でお紋は体を固くしたすると七蔵の生温かい手が肩を探りに来た「やっぱり私がご案内します一人では危のうございます」そう言いながら七蔵の手は前に滑り落ちて おの胸を探った。一瞬にしておもんは男の糸を察したこの男と一緒にこの夜中に外に抜け出したりしたらどこに連れて行かれるか分かりゃしないおもんは男の手を振り払うと叫んだ誰か来て驚いて廊下に飛び出した七蔵に走ってきた見張りの男が組みついたもみ合う2人が障子を倒しそれが板の間に落ちて けたたましい音を立てたので茶の間の方からも別の男たちが走ってきた一人が持ってきた安灯を掲げたので見張りの男に組み敷かれている出踪の顔が照らし出された男たちはすぐに事情を悟ったようだった一人がお盆のいる部屋に入ってきて安灯の火を灯すと男たちは見張りを残し 七蔵を引き立てて茶の間の方に戻っていったすぐに土星が起こり顔を殴るらしい鈍い物音が続けざまに聞こえたその合間に七蔵の哀願する声が混じった不意に男たちが静かになったのでおもんは顔を上げた入り口に誰か訪れた気配がし男たちが たただしく動く音がしくくが「こんばんは」という男の声がしたのんびりした声だった「夫だ」はじかれたようにおもんは立ち上がった座敷を二つ抜けて茶の間に行くとちょうど茶の間に入ってきた夫とばったり顔があった「やあ」と心太郎が言った 走り寄ろうとしたおんを二人の男が慌てて押さえおんは茶の間と座敷の境目に引き据えられたお手柔らかにお願いしますよ慎太郎は艶のいい白い顔に穏やかな笑いを浮かべて言うと部屋の真ん中にいる仙助の前に座った親分さんでしょうか親分じゃないよ センスケは戸惑ったように言った代理だあんた若さ屋さんかさようでございますご主人がじきじきにおいでとは恐れ入ったな金は使いにでも持たせてよこすかと思ったぜ金は商人にとっては命でございますからな百両という大金を 人には持たせられません。それに、引き換えにあれを。慎太郎はお紋の方に顔を向けた。引き取っていかなくちゃなりませんのでね。あたしが来るのは当然です。わかった。で、金は持ってきたのだな。無論、お持ちしました。 心太郎は分厚い胸を探って懐からふくさ包みを出して畳の上に広げた小判があんどんの光に鈍く生えたちょうど品物を仕入れた時でかき集めてやっと持ってきましたが百両あるはずです数えていただきましょうしかし若さ屋さんの身代じゃ こののぐらいの金なんぞ、めじゃあるめえよ。銅像までは行かず店にある金を持ってきたというこったろうが小判を数えながら千助が言った「冗談をおっしゃられては困ります」「お断りしておきますが今度こういうことがありましたら私は脇目も振らずお奉行所に駆け込みますよ」 お、だと仙助は小判を数えていた手を止めて険しい顔をしたが慎太郎にまっすぐ見つめられると毛をされたように下を向いた慎太郎は肩幅も座高も仙助より一回り大きく堂々としていてうつむいて金を数えている千助が貧相に見えた「わかった。 こっちもそうたびたびこんなことをやる気はねえよ。いかがですありますかあるぴったりだ家を出てしばらく歩いてからもんは初めて男たちにひと間に閉じ込められていた恐怖がこみ上げてきて何度も後ろを振り返ったいつの間にか 慎太郎の袖をつかんでいた月が出ていて影が二つ並んで前を行く慎太郎の影はひどく大きくこんな大きな男だったかと改めて顔を見上げるようだった怖がることはないよおんが後ろを振り向くのに気づいたらしく慎太郎が言った くれというものを置いてきたんだから誰も追っかけてくるわけはないあなたすみませんでしたまあいいじゃないかこれで貸し借りなしになったんだからもう心配することは何もないおもんは口をつぐんだ二人は佐賀町のひっそりした町並みから 橋に差し掛かった大川の流れに月の光が砕けている橋の上にも人影はなかった時刻はよほど遅いようだったあなたお門が立ち止まった貸し借りなしってどういうことですかああ 慎太郎も立ち止まってお門を見下ろすとニコニコ笑った「さっき使いの男に何のためにお前を捕まえたりしたのかちょっと釜をかけて聞いてみたのだそしたら小野次郎の借金が絡んでいるとひと言漏らしたんで分かった小野次郎さんの借金なら払わなくちゃならないからな」お門は息を詰めた。 欄干まで歩いて振り返ると言った「小野次郎を知っていたのね」「ああお前を嫁にした後でな悪いが人を使って調べさせた親がいなくとも育ての親ぐらいはいそうなものだと思ってなそれで?」「おもは息苦しいのをこらえて聞いた」 お前を育てたのが小野次郎という人でバクチ打ちだということが間もなく分かったよ。バクチ打ちだから片着に嫁に行く娘の父親面はできないと思ったらしいね。哀れな話だが向こうの気持ちを察してそっとしておくことにしたんだ。小野次郎さんが二年前に死んだことも知っている。 かわいそうなことをした「知っているのはそれだけそれだけだよ。まだ何か俺に隠してることがあるかね?」「おもんは首を振った。おもんはゆっくり近づくと心太朗の胸にすがった。太い腕がおもんを抱き取った。 無事でよかった。「すみませんでしたご心配かけて」「おもんはいろいろな意味を込めてそう言ったのだが心太郎は照れたような笑い声を立てて他人行儀なことを言うな」と言った心太郎に肩を抱えられるようにして歩きながらおもんは心太郎の顔を覗いていって おめかけさんがいるって聞いたけど本当？ほんと誰のめかけだあなたのバカいえそんな女がいたらこんな夜の夜中に迎えになぞ行かないよひとぐらいは様子を見てから行くね俺の女はお前だけさ思う 行ってから慎太郎は「え、こいつは確か五年前に言ったセリフだな」と言った永代橋を渡り切った時お盆は立ち止まって橋を振り向いた月明かりに橋板が白く光ってその先に黒くうずくまる町が見えた 橋の向こうにもう頼る人はいないと思った突然締め付けられるような孤独な思いがおもを包んだ頼る人間がいるとすればぶらぶらと先に歩いていく体の大きな男のほかになかったおもはきびすを返し 小走りに慎太郎の後を追った。走りながら赤い日に照らされた土手を小野次郎の後からついていった二十年前の自分に似ていると思うんは思った。 はいかがでしたか？それではまた。次回お楽しみに。